川瀬優也。校舎裏に来い。公文一馬といえばわかるかな。で、何なの？いきなり人の肩を叩いて。あんた最近、ほんとプレイボーイだぞ。え？何なんだよ、もう。
私は河野ゆかっていう子のところに行くから、カズ君は川瀬優也を頼むよ。